ずんちゃん、ちょっといいかな？大事な話があるんだけど。何なのだ？今忙しいのだ。スマホをいじってるだけでしょ？いいから聞いてちょうだい。はいはい、まったくめんどくさいのだ。いいことを。お母さんはこれからとても大事な話をします。ずんちゃんも真剣に聞いてください。ずんちゃん、女の人のお股にはいくつ穴があると思いますか？はあ、大事な話って言うから何かと思えばお股の話なのだ。くそくだらないのだ。そんなの二つに決まっているのだ。おしっこが出る穴とうんちが出る穴なのだ。うっ、やっぱりそう思っていたのね。うん、でもこれは親である私の責任ね。いいですか、ずんちゃん。女の人のお股にはね、穴が三つあるのよ。なんだって、そんなわけないのだ。三つも穴が開いているなんて。それじゃあ女の人のお股は穴だらけなのだ。気持ち悪いのだ。化け物なのだ。僕にはそんな穴開いていないのだ。いいえ、あなたのお股にもちゃんと開いています。女の人のお股にはね、おしっこが出る穴とうんちが出る穴と、もう一つ、赤ちゃんが出てきたりおちんちんを入れたりする穴があるのよ。なんだって、赤ちゃん、おちんちん、何を言っているのかわけがわからないのだ。信じられない気持ちはわかります。お母さんも初めてこの穴の存在を知った時は脳天に雷が落ちた気分でした。でもどうか受け入れてほしいと思います。これは真実なのよ。ずんちゃんは今まで赤ちゃんはどこから生まれてくると思っていたの？クソでかいうんちをした時に一緒にブリッと出てくると思っていたのだ。そう、お尻の穴からうんちと一緒に赤ちゃんが出てくると思っていたのね。でもそれは正しくないわ。いいことを。女の人はね、おしっこの出る穴の少し下、お尻の穴のすぐ手前にもう一つ穴が開いているの。お股の割れ目の奥の方よ。バギナ、日本語では膣と呼ばれる穴よ。バギナ、初めて聞いたのだ。赤ちゃんはその穴が10センチくらいに広がってそこから出てくるのよ。10センチの穴なのだ。そんな口を開けた時よりも大きな穴が割れ目の奥にあるのだ。そうよ、普段は閉じているし、子供のバギナは大人のバギナよりも普通は小さいけど、この穴は基本的に女の人なら全員に生まれつき開いているのよ。全員に生まれつき？お母さんのお股にもバギナがあるのだ。ええ、ありますよ。プリキュアのみんなのお股にもあるのだ。ええ、プリキュアの女の子にもみんなバギナがついています。サザエさんのお股にもあるのだ。ええ、もちろんありますよ。タラちゃんはサザエさんのバギナから出てきたのよ。そうだったのだ。でもお母さん、僕はまだわからないのだ。お母さんはさっきバギナにおちんちんを入れると言ったのだ。赤ちゃんの出てくる穴にどうしておちんちんを入れるのだ？おちんちんは男の子がおしっこを出すところなのだ。クレヨンしんちゃんのゾウさんなのだ。おちんちんをお股の穴に入れるとか発想がヤバすぎるのだ。友達にお尻にメントスを入れたバカな子がいたけど、同じレベルで狂っているとしか思えないのだ。赤ちゃんとおちんちんに一体何の関係があるのだ？ずんちゃん、女の人はね、大人になって好きな男の人ができるとその人のおちんちんをバギナに入れたくなるのよ。好きな人ができるとおちんちんをバギナに入れたくなる？なんでそんな意味のわからないことがしたくなるのだ？一つはその好きな人と自分自身の赤ちゃんを作るため、もう一つは単に好きだからよ。単に好きだから
おちんちんを入れる？女の人は大人になるとみんな気違いになってしまうのだ。お母さんもお父さんのおちんちんを自分の体の穴に入れているのだ。ええ、入れていましょう。昨日の夜も入れました。私は週に 3,4 回は入れています。それはお母さんがお父さんのことを特別に大好きだからです。そんなの嘘なのだ。意味がわからないのだ。気が狂いそうなのだ。ずんちゃん、今日はたくさんの知らなかったことを知って混乱してしまったのだと思います。お母さんがお父さんのおちんちんをお股の穴に入れていることなんて今まで想像したこともなかったよね。でも大丈夫、焦らないで、これから少しずつ理解していけばいいからね。お母さんが今日ずんちゃんに分かってほしいことはたった2つよ。ずんちゃんを含めて女の人のお股には穴が3つ開いていること。そしてそれは全部大事な穴なんだけど、特におしっこの出る穴とお尻の穴の間にあるバギナは一番大事な穴だということ。これだけよ。大事な穴だからむやみに人に見せたり汚い手で触ったら絶対にダメだからね。いいわね、わかった？はう。ずんちゃん、わからないのだ。何にもわからないのだ。僕は自分の体におちんちんなんて絶対に入れたくないのだ。だから僕にはそんな穴いらないのだ。僕のお股には穴は2つあればいいのだ。なのにどうして、どうして、どうして僕を女に産んだのだ。女になんて生まれたくなかったのだ。ずんちゃん、落ち着いて。触るな、なのだ。お前は、大人の女は汚いのだ。おちんちんをお股に入れるような汚い連中とはもう関わりたくないのだ。汚い、汚い、汚いのだ。ずんちゃん、